とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はこれを使っていきたいと思います。これ、シュガーラッシュですね。いつもは冬の指先ですけども、今日はシュガーラッシュでいきたいと思います。黄金に無限、そしてロールチャージクールダウンショット、バーストボーストリングです。で、雷の矢筒を2つ装備してます。これで行ってみましょう。それでは行きましょう。デイリーで臆病がついてますので、武器を無知から、スカルの大釜に変えてます。まあ、常に HP が回復した方がいいんでね。これで行ってみましょう。いや、さすがの火力。いつも冬の指先で強えなと思ってるんですけども、いやいや、これもう十分強い。十分、むしろこっちの方が、いやいや、そんなことはない、そんなことはないけども、いや、全然やっぱね強いよ。やっぱり上位長弾、あれがすごく強い。普通の長弾じゃないからね。普通の長弾ではなく、まあ、全体にヒットする長弾なので、これは強いっすわ。 OK、 このまま行きましょう。で、矢筒2つ装備してるんで、まあ、矢が枯渇する心配はないですね。なるほどね。激怒がついてるんで、ユニークスキルで。激怒ついてるから、いいんだ。なるほど。遠距離のやつに激怒がつくんで、はい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 。敵をまとめて倒してくれるから。それがいいんだな、やっぱりね。OK。危ねえ危ねえ、全体に当たるっていうのと、激怒のスキルがやっぱ強い。よし。ちょっと待って、もうこれクリア間近？結構短いか。で、やっぱこのシュガーラッシュはあれだね、音、これがいいんだよね。この音、まあ好きか嫌いかは分かれると思うんですけども、やっぱいいよね。さすが季節限定の装備なだけあります。あぶねあぶね、どこ長弾にはすこぶる弱い。長弾すっごい自分のとこ戻ってくるね。 OKOKOK、冗談のところはもうさっと逃げよう。 OK で、流れ込む魂で回復するからね。っていうか、キャプテンがいないね。いや、取らなくていいです。キャプテン全然いない。おお、この先なんかあるっけ。いや、別に何もないっちゃないんだよね。なので、キャプテンはもしかすると全然いないのかもしれません。いや、楽勝すぎるやろ。楽勝すぎるでしょう。これ全く問題なくクリアできる。よっしゃ、 OK。流れ込む魂でね、 HP 回復するし、臆病がついてて火力も高いしで、いい感じだね。無限がついてるけど、別に無限はこのビルドでは必要ないね。花火使うのであれば無限ついてた方がいいけど、この稲妻の矢筒では別に無限いらないな。本当に。オッケー。
行きましょう。意外と便利かなと思ってたんだけども、そうでもない。まあまあちょっとはやっぱ違うよ、うん、違うんでしょうけど。お、危ねえ危ねえ危ねえ。そこまで、うん、必要だとは思わないかな。よし、若干違うと思うぞ。うん、若干危ねえ。火力には影響してるだろうけど、あぶねあぶねあぶね。ちょっと待って、変更ついてるじゃん。待って、ちょっと待って待って待って、これ無理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 。ちょ待って、いやもうこれ無理だってこれ、いやもう肩取りたいから、やべ、取らせて。あぶねえ、あぶねえ、また取れた。でももうクリアじゃん。もうクリアですよ。はい、まあまあサクッと終わりましょうか。今回の、デイリークエストはアーティファクトが報酬です。それが目的だったので、まあまあまあサクッとクリアできてよかったが、でもなんかね、火力を見たときに冬の指先の方が火力はあるのかな。こっちもは悪くはないですよ、悪くないけど指先の方が火力は高いような気がします。うん、やっぱ3発出るからかな。うん、3発出るんであっちの方が火力が高い気がするな。意外と敵が生き残ってる気がする。はい、では報酬見てみましょう。それでは256だったら何でもいい。254 ランタンの256欲しいよね。ランタン欲しいな。でも今持ってるのも確か254だもんね。ランタン意外と良かったから、ほらやっぱ254変わらずでしたね。うん、むしろ前持ってたやつの方が若干だけども攻撃力が高い。これはちょっと必要ありませんでした。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。